ハッピーバレンタインということでね、今3日目の夜です。ディナーをこれから食べるんですけど、まあ街はバレンタインの感じで今にぎわってます。それでまあちょっとこんな感じでみんなバルーン持ってますね。でね、今ちょうどカトリックのなんか祭りがあるみたいで、なんていうの、おでこにアッシュ灰をつけてる女性男性がすごく多く見られますね。結構やっぱそういう伝統的な行事なんでしょうか。まあちょっと僕たちにはあんまりねそういった関わりはないんですけども、でまあちょっと今日は3日目の夜なんで、ちょっとどうしてもねチャレンジしたい料理があるんで、それを食べてみたいと思います。YouTube 史上ですね、初のもう一番の試みをしたいと思います。これ皆さん知ってますか？バルトっていう食べ物なんです。フィリピンの伝統的な、これただのねゆで卵みたいに見えるんですけど、お気づきの方もいらっしゃると思うんですが、あのアヒルの卵で、あのなんていうんだろう、もうすでに臭い。ああ、怖い怖い、本当に怖いんです今もうこれ食べんの。はあ、はあ、アヒルの赤ちゃんが入ってるみたいです。ああ怖い、マジで怖い。はあ、よし絶対食べるぞ俺は。いきます。ああ、もう羽とか生えてたら無理俺。ああ、嘘でしょ、これ絶対台本じゃないよ。ちょっとマジ無理かも。あ、怖い、だって赤ちゃんだよ。あ、うー、ちょっとマジ無理かも。スープ、あー美味しい、食べれるけど、あー、ちょっと待って、本当にこれ食べるの？どっからでもいいの？ちょっと待って、もう手がこの時点で、味はね卵なんです確かに。これ今からアヒルになる子ですよ。これやばいよ。ちょっとじゃあ食べますよ、せっかく YouTube ね、 YouTuber として。入ったら本当ごめんね。美味しい、美味しい、美味しい。ブチャって言ったんだけど、いくらだっけこれ。20円ぐらい、あ、じゃあ20ペソだから50円ぐらい。これやばいね、これね。あー無理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 、見つめてる、俺を見つめてる目がある。見た？やばいでしょ？うわーマジで、これ何？硬っ！何これ？どこの部位？何これ？あーちょっと、
これ食べる、うん、酢、ビネガー、ソルト、うん、普通に卵、ここの部分は。俺がさっき食べたのは、多分頭、ありえないでしょ、こんなの食べないでしょ、みんな絶対フィリピン来ても。セブ島ですよ。何が悲しくて、あ、赤ちゃん食べなきゃいけないのっていうね。ちょっとでも美味しい。匂いはちょっと独特、マジで。はあ、本当緊張してたからよかった。もう一回見る、カキの。もう一回見る、カキの。カキの。カキの。普通に食べるんでしょうね、某有名 YouTuber の人たちは。俺は食べない、なぜなら明日に響くから。何これ、超硬い、これ食べない。あ、食べないみたい。これなんかすげえ石みたいに硬い歯が通らない。あ、ここの部分だったら全然美味しいですよ、これね。ちなみにもう一個買ったんですよ。うん、食べれないことはないなっていう。いや、チャレンジだったなマジで。もう一個買ったんでね、視聴者プレゼントということで、これこちらね、あったかいまま3時食送で皆さんにお渡ししたいと思います。欲しい方はこちらまで。それじゃあ皆さん、バイバーイ。